もう今日は山道いや歩いたのはちょっとだけどね、立ってたのよ、奥多摩まで電車で。いや座れんじゃねえよ、立って撮影してるんですよ。僕全部撮影してインターネットに載せてね、世界を救ってるのよ。電車のあれみたいに、うん、電車のあれみたいに、あれは人のだけど。まあまあって、それでもう世界を救われてる。はあ、もうご飯食べて寝る僕は。あ、うどんでもいい。うん、あ、いやラーメンがいい、ラーメンがやっぱラーメンがいい、ラーメンが。もうチゲ鍋時間かかるからいいわ、もう疲れるから。ロマンスカスーパーコンピューターの開発などを手掛けるベンチャー企業の社長らが国から助成金4億円余りを騙し取ったとして東京地検特捜部に逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのはフィジーコンピューティング社長の斉藤元明容疑者ら2人です。特捜部によりますと、斉藤容疑者らは2014年ベンチャー企業への助成事業で費用を水増しした実績報告書を提出するなどして国からおよそ4億3100万円を騙し取った疑いが持たれています。フィジーコンピューティングなどが開発したスーパーコンピューターは先月世界ランキングで4位、国内勢ではトップでした。いいじゃんね、いいじゃんね。まあ、水増ししたのが悪いっちゅう。あー疲れた、ちょっと今日カード休もう。はあ、トーク休もう。うん、足が痛いからもう5日連続でやってしまった。抗がん剤や放射線の治療によって優先、氷川きよしさんだったの知ってた？優勝対象がね、うん、なんか昨日なんか馴染んだけど寝てしまったから。奥多摩にいたら氷川っていう地域があってね、あそこら辺氷川っていうのよ、日野原、日原とかね、神社かどうか知らんけど、氷川っていう地域なんだ。その前が白丸、白丸って日野原なのあれ。日野原村って有名じゃん。あ、そう、あ、日野原村よ。それがね、立川から近江まで30分で行って、近江。あ、青梅。え？うん。青梅じゃなくて、青梅。うん、青梅線で青梅まで行って、それで奥多摩までね行くんよ。それで乗り換えて、それがまた時間がかかって30、帰り 寝ました。それがまたすごい山なんよ。すごい、すごくはない、すごくはないけど、歩くほどすごくないけど、宮崎辺ほどもう全然ね高くないけど山なのよ。まあ言うたら山の中、まあ標高300メートルしかないけど、うん、でも東京なんよね。
もう30、立川まで30キロしかないよ、40キロぐらいしかない。立川都会なのにね、うん、自動車でちょっと立川都会よ。アメリカの米軍の基地だったからね。大梅街道があって、大梅だけどね、大梅っていうの、大梅じゃなくて大梅って普通言う。大梅、まあ大梅なんだけど、それでもう降りてもうちょっと歩いて、それが病院しかなかったのよ、奥多摩病院しか行くとこが。まああったんだけど、ちょっとカフェなんつったっけ、シムロ喫茶店あったんだけど、駅前にあるんだけど、幸楽っていうね、渡る世間は鬼ばかりのようなね、幸楽っていう店が、いやカフェがあったんだけど、そこね、それではずっと青梅街道歩いてたら、奥多摩病院があって、その隣にデイケア、奥多摩のなんとかデイケアセンターみたいなやつがあったのよ、あのリハビリ、あのあれが、そこに机がやっとあって、青梅病院には机がなかったのよ、そんな大きくないから、まあまあそのようなもんだよ。それでそこでやらせてもらった。それで帰ってきたらもう5時よ、8時から行って、夕飯食べてない、いや食べない予定だったから。それでもう疲れたな。いや近いんだけどね、まあまあ電車で1300円しかいらなかったんだけどね。いや電車がのろいから、あの山は。そしてね、すごい綺麗な渓流があってね、渓流釣りできると思ったら多摩川だった、多摩川の上流だった。あんな綺麗なんだなって思って、渓流アユとかね、マス釣りのあの釣り堀とかあって、それで登山者がやたら多いね、うん、軽い登山ができる。え？うん、トレッキングみたいな、僕もやろうかなと思ったけど、いや登山じゃねえだろうって。いや どんどんなんかね、本格、うん、やっぱり登山するかせんじゃいけんかもね、なんかプレッシャーかかってきた。なんか大塚製薬のポスターが、広告が登山の人みたいで、ノースフェイスのちゃんとした登山の服買って、いや登山じゃないでしょって僕思うんだけど、三浦なんとかさ、雄一さんみたいに、あそこまでせんや、あれスポンサーが降りないって言いたいのかね、って言いたいのかね。あのアジア大学の人がなんかエベレストにいて、アジア大学の人が野口さんよ、野口さんアルペニストじゃない、それでスポンサーいっぱいここにつけて、いっぱい会社からもらってやってるじゃない、あれぐらいやらんや、やらんスポンサーにはならんって言いたいのかね、うん、って言いたいのかね。大塚製薬も、もしかしたらそうか、アルペニストじゃないと、うん、いやたまらんくはない、いやたまらんくはない、だっていやた、ああもうあれしか食べてない、ドリンク、チョコしか食べてない、チョコ100円のチョコ、本当
かわいそうじゃない、別にダイエット中だから。はい、なんかおかずないですか他に。あー、天ぷらがあった。あ、もっとこれ入れて添加する。天ぷらしよって水の字を間違えた。お、これがいっぱいな。もっと入れてね。ドバッと。花丸うどんね、いくらでも入れてくる。花丸うどんね、天かすがいっぱいあるよ。チゲ鍋食べんから。明日しようか、チゲ鍋。うん、明日でいいよ。千葉はね、千葉大園芸学部があるから。千葉のね、もうなんか花のね、刈り取ってきたようなね。この間行ったけど。ね、あ、千葉農業が盛んなのね、やっぱ。新鮮なね、あれでね、あれ儲けなしで持ってきたんだろうと思うよ。いろんな農業が盛んなんだよ。松戸に農園芸学部があるから。木更津の横とか全部田んぼとかね。千葉のあの房総半島の海側の方とか水仙取れるんだよね。割とね、田んぼだらけ。川にね、越前水仙とかね、水仙の群生地があるんだよね。群生地っていうか、群生地があるんだよ。だからね、水仙の空洞がね、海こう流れてきたんじゃないかっていう話もあるよね。例えば昨日茨城に行ったような気がする。
ーズさんはもうなんちゅうかね、生き方がいいね。男らしいね、あの人ね。なんか楽しく生きてるね、この人。知らないけど。あのメンバーから外された時も草刈りをやったね。ようやったようやった。そんな加藤先生が子供たちへ伝えたことは夢を持って腐らないというか、まあ失礼でしたけど、知らないこと、情熱を知らないこと、そこに中心に。三浦海岸の罰なんだろうね、この人。せざるを得ない。